にの代理人ネズ・バレロ氏に注目が集まっている。バレロ氏はどのような人物でどのような交渉をし契約をまとめていくのだろうかネズ・バレロ氏は米エージェント会社 CAA スポーツ所属の代理人でマリナーズの元マイナー選手だった2011年ナ・リーグ MVP のライアン・ブラウン外野手ブルワーズを担当し2011年に5年総額1億500万ドルの大型契約を締結。 他には WBC 米国代表で活躍したアダム・ジョーンズ外野手、オリオールズらを担当していた、ジャイアンツを引退したポージー・ホシやシンダーガード投手、野球以外でもサッカーのクリスティアノ・ロナルド、元イングランド代表デイビッド・ベッカム氏、NFL の元スター選手ペイトン・マニング氏らも担当していた、個人だけでなく、ヤンキースやサッカーのバルセロナなどを顧客に持つ、2006年に俳優トム・クルーズ。 ジョニー・デップらを担当する大手タレントエージェンシー CAA によって設立された大手代理事務所だ日本選手では過去に田澤純一投手と青木宣親外野手元ドジャースの斉藤隆氏も担当した所属する CAA スポーツはスポーツ代理人会社としては最大手の一社だバレロ氏の代理人手数料は5%と言われている北米の最も力を持つスポーツエージェントランキングでも上位に名を連ねるネズ・バレロ氏は スコット・ボラスに代表される他の名物スーパーエージェントのような悪の強さや剛腕のイメージはあまりないが担当する選手の意向に沿った丁寧な仕事をするという印象だコロナがあってから代理人の仕事もオンラインを通じて行うことが増えたそうだがバレロ氏は人とコミュニケーションを取るときは直接対面で相手と目を合わせ同じ空気を吸いながら行うのがベストと考えるタイプだという。 今年7月にシアトルで行われたオールスターでも直接足を運び大谷と食事をしたことが伝わっているが担当する選手ともそうした機会をよく作っているようだそんなバレロ氏が注目を一身に集めている大谷の契約をどう交渉しまとめていくのか11月上旬にアリゾナ州スコッツデールで開催された GM ミーティングの会場にバレロ氏は全く姿を見せなかった USA Today 市の敏腕記者ボブ・ナイチンゲール記者が11月13日付の記事で伝えたところによるとバレロ氏は開催期間中に会場から離れたホテルに密かに滞在し各球団の幹部と交渉の席に着くことが可能な状況だったがどの球団と接触したかは一切漏れてこなかった契約交渉は厳重な情報統制のもと水面下で静かに進められているバレロ氏は以前 ビジネス関連サイトのインタビューで契約交渉のノウハウについてこんな話をしている契約交渉の進め方は選手ごとに柔軟に変えるその選手がただひたすら野球をすることしか考えていないというタイプだったら交渉はあくまでも成績をベースに進めるその選手がどれだけ優れたプレーヤーかを前面に出して交渉するのみしかし例えばトップクラスの人気を誇るようなスーパースターで 彼がいるだけでその球場にお客さんが足を運んでくれ多くのグッズが売れるような選手であればその選手にどれだけの価値があるかを多方面から考えて交渉を進める球団側が熱心で積極的な場合それがどんなにいい話であってもまず選手の意向を聞いてから交渉の席に着く選手側がどうしても契約したいという球団がある場合は私の方から球団にアプローチをするがこの場合は慎重さが必要。 こちらの思惑は見せないようにとにかく慎重を期して話を進めていくまた選手との接し方についてはこんな話もしていた選手がもし気が進まないようだったらそれを強いるようなことはしたくないそれをやったところでいい方向に行くわけがない選手が理解して柔軟に応じてくれるかもしれないという時はそれが選手にとってどれだけ価値のあることかを説明をするそれでどうするかは選手次第 ここまでメディアを避けて情報を一切出さないバレロ氏の契約交渉スタイルから言うと大物 FA の契約交渉でほぼ必ず浮上するミステリーチームは大谷の契約交渉の過程ではもしかしたら出る幕はないのかもしれないもし可能性があるとすればマチャドの時のように本物のミステリーチームが現れ最後に大谷をさらっていくパターンだろうかそれだけバレロ氏はガードを固め歴史的な大型契約に向かっている